初め tsoft ショットブースは漫画やイラストレーション向けの作画支援ソフトウェアです 3D モデルを読み込んでシーンを構築して高品質な線画を描画できますこのビデオでは初めてショットブースを使用する方を対象にショットブースの基本的な操作方法と 3D モデルを配置して線画を出力する工程をステップバイステップでご紹介しますアプリケーションを起動する ショットブースをインストールするとデスクトップにショートカットが作成されます。ショートカットをダブルクリックするとアプリケーションが起動します。デスクトップにショートカットが作成されていない場合は Windows のスタートメニューで p ソフトショットブースを検索して起動してください。ショットブースを起動するとご覧のような UI が表示されます。ショットブースへようこそダイアログでは オンラインマニュアルを開くことができます。オンラインマニュアルでは、ショットブースの個々の機能をビデオを使用して確認することができますので、ぜひ活用してください。3D モデルを配置する方法。では、実際に 3D モデルを配置してみましょう。ショットブースへようこそ。 ダイアログの OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じましょう。画面左側に表示されているのがビルトインアセットです。ビルトインアセットはショットブースに付属している 3D モデルです。フォルダーをダブルクリックすると 3D モデルのサムネイルが表示されます。元の画面に戻る場合は左上の矢印アイコンをクリックします。 ここでは机と椅子を並べたシーンを作りたいと思います。リスト上でマウスホイールをスクロールして、教室ホルダーをダブルクリックします。次に家具ボタンを押して、家具に関連したモデルをフィルターします。リストの一番上に椅子のモデルが表示されました。このモデルをシーンに配置していきます。まず、サムネイルの右下にクラウドアイコンが表示されていることに注目してください。 ビルトインアセットを使用するには、インターネットに接続してモデルをダウンロードする必要があります。クラウドアイコンはモデルがまだダウンロードされていないことを表しています。それではクラウドアイコンをクリックしてみましょう。プログレスバーが表示されてモデルのダウンロードが開始します。モデルのダウンロードはフォルダー単位で行われます。クラウドアイコンが消えたら、 椅子のモデルを 3D ビューポートにドラッグドロップしてみましょう。椅子が表示されました。同じように机のモデルを配置してみましょう。ビルトインアセットのリストをマウスホイールでスクロールして、机のモデルを探します。机を見つけたら 3D ビューポートにドラッグドロップします。机が表示されました。今回はビルトインアセットの 3D モデルを使用しますが、 ショットブースは FBX や OBJ など汎用的な 3D ファイル形式の読み込みにも対応しています。3D ビューポートの操作方法。画面中央の椅子と机のモデルが表示されているのが 3D ビューポートです。ショットブースでは 3D ビューポートを使用してモデルを配置したり、ライトでモデルを照らしたり、カメラで構図を決めるのに使用します。 ショットブースで最も多く使用するウィンドウが 3D ビューポートです。それではビューを操作してみましょう。画面右上にはビュー操作に関するボタンが配置されています。一番左の標準アイコンが FPS モードボタンです。FPS モードボタンを使用するとキーボードの W、S、A、D キーを使用して FPS ゲームのようにビューを操作できます。FPS モードについては 後ほどカメラの操作で詳しくご紹介します。右側の3つのアイコンがまとまったボタンを使用すると、ビューを移動、回転、前後方向に移動ができます。矢印が十字に重なったアイコンが移動ボタンです。左マウスボタンでドラッグして、左右と前後方向にビューを移動してみましょう。右マウスボタンでドラッグすると、上下方向にビューを移動できます。 矢印が円環状になったアイコンが回転ボタンです。左マウスボタンでドラッグして、ビューを回転してみましょう。虫眼鏡アイコンがズームボタンです。左マウスボタンでドラッグして、ビューを前後方向に移動してみましょう。ビュー操作はショートカットを使用すると効率的です。マウスホイールボタンでドラッグすると、ビューをパン操作できます。 マウスホイオルトキーを押しながら左マウスボタンでドラッグするとビューを回転できますスペースキーを押しながら左マウスボタンでドラッグすると移動ボタンと同じようにビューを移動できますビューを操作して 3D 空間を自由に移動できるようになりましたアイテムの選択方法 3D ビューポートでアイテムを選択してみましょう。アイテムを選択する場合は、椅子や机をクリックします。または、3D ビューポートをドラッグすると、区形選択ツールが動作します。区形選択ツールを使用すると、区形の範囲に含まれる複数のアイテムを同時に選択できます。3D ビューポートの何もないところをクリックすると、アイテムの選択を解除できます。 選択をビューに収めるの使用方法 3D ビューポートでアイテムの表示が小さいので椅子と机を選択した状態でビューメニューから選択をビューに収めるを実行してみましょうするとこのように選択したアイテムがビュー全体に大きく表示されるようになりましたこの機能は配置したアイテムを素早く見つける場合にとても便利で使用頻度の高い操作です ショートカットキーを使用する場合は Shift プラス A キーまたは F キーです。次はツールを使用して椅子や机を移動、回転、スケールしてみましょう。トランスフォームツールの使用方法 3D ビューポートでアイテムを選択すると選択したモデルに赤、青、緑のツールハンドルが表示されます。 この矢印はモデルの X 軸、Y 軸、Z 軸を表しています。矢印をドラッグして 3D モデルを移動してみましょう。ツールハンドルの中心にある面をドラッグすると2軸同時に移動できます。シフトキーを押しながらツールハンドルをドラッグするとグリッドにスナップします。 スナップは等間隔にアイテムを配置するときに便利です。次は回転ツールを使用してモデルを回転してみましょう。画面上部のツールバーで回転ツールボタンをクリックします。ツールハンドルが回転用の表示に切り替わりました。赤青緑の円をドラッグしてモデルを回転してみましょう。シフトキーを押しながらツールハンドルをドラッグすると15度間隔で回転します。 次はスケールツールを使用してモデルの大きさを変更してみましょうツールバーでスケールツールボタンをクリックしますツールハンドルがスケール用の表示に切り替わりました赤青緑の四角をドラッグしてモデルの大きさを変更してみましょうツールハンドルの中心にある灰色の四角をドラッグすると XYZ 軸を均等にスケールできます1 回転、スケールはプロパティを使用して編集することもできます。プロパティを編集する方法。画面右下に表示されているのがプロパティです。プロパティとはアイテムの設定や、アイテム独自の機能にアクセスするためのウィンドウです。表示ボタンをクリックすると、アイテムの表示に関するプロパティが表示されます。トランスフォームボタンをクリックすると、アイテムの位置、回転、 スケールといった情報が表示されます。アイテムボタンをクリックすると、アイテム固有の機能が表示されます。トランスフォームボタンをクリックして、位置や回転を編集してみましょう。プロパティの右側にある三角アイコンのスライダーをドラッグすると、値を編集できます。数値をクリックすると、キーボードを使用して値を直接入力することもできます。 それではここで編集した位置や回転をリセットしてみましょう区形選択ツールで椅子と机を選択しますプロパティの位置回転スケールの右下にあるリセットボタンをクリックしますプロパティの位置と回転の値が0にスケールが100%にリセットされました先ほどは椅子や机を個別に移動しました 次は机を移動したら椅子も同時に移動するように親子関係を設定してみましょう親子関係を設定する方法下準備としてこのように椅子が机の上に乗った状態にしてみましょうこの状態で机や椅子を移動すると机や椅子が個別に移動する状態ですこれを机を移動したら椅子が同時に移動するように親子関係を設定します 親子関係とは、アイテムリストでアイテムを階層構造で管理している状態のことです。画面右上に表示されているのがアイテムリストです。アイテムリストはシーン内にあるアイテムを管理するウィンドウです。アイテムリストでチェアをドラッグして、デスクにドロップします。するとアイテムリストでチェアとデスクが階段状に表示されました。これが親子関係を設定した状態です。 デスクが親、チェアが子と呼ばれます。この状態で親である机を移動してみましょう。椅子も同時に移動できるようになりました。今回は椅子が一つだけですが、机の上に鉛筆やノートなどが載った状態でアイテムを移動したい場合など、複数のアイテムを管理するときは、親子関係を設定すると便利です。アイテムの歌詞とロック。 アイテムリストでは親子関係の他にも、アイテムの歌詞やトランスフォームをロックできます。アイテムリストでアイテムの上にマウスポインターを移動すると、アイテムの左側に目のアイコンと軟禁状アイコンが表示されます。目のアイコンをクリックしてみましょう。すると 3D ビューポートでアイテムが消えました。もう一度、目のアイコンをクリックすると、アイテムが表示されます。 軟禁状アイコンをククリッししてみましょうするとアイテムのツールハンドルが消えてアイテムが移動できない状態になりましたアイテムの配置が完了した場合は誤ってアイテムを移動してしまわないようにロックすると便利ですもう一度軟禁状アイコンをクリックするとツールハンドルが表示され編集できる状態に戻りますこのアイテムの歌詞トランスフォームのロックは プロパティにあるアイテムの貸し、トランスフォームのロックと連動しています。次はスキャッターを使用して机を並べてみましょう。スキャッターの使用方法。スキャッターアイテムは 3D モデルを簡単に複製できる機能です。アイテムリストの上に並んだボタンの中から、 円の中に点々のあるアイコンをクリックしてみましょう。するとアイテムリストにスキャッターアイテムが作成されます。スキャッターで 3D モデルを複製する場合は、3D モデルをスキャッターの子に設定します。アイテムリストでデスクをドラッグして、スキャッターにドロップしてみましょう。机が5つに複製されました。配置と複製する数を変更してみましょう。 アイテムリストでスキャッターを選択して、プロパティのアイテムボタンをクリックします。するとプロパティにスキャッター固有の設定が表示されます。タイプボタンをクリックしてみましょう。配列方法が変わりました。ここでは学校の教室のように机を並べたいので、真ん中のグリッドボタンをクリックします。机が立方体のように配置されました。 今回は高さ方向の机が不要なので複製数 y の値を1に変更します。これで床に机を並べた状態になりました。次は机の左右や前後の間隔を編集してみましょう。間隔 x の右のスライダーをドラッグして値を編集します。ドラッグ量が少し過敏に反応するように感じるかもしれません。このような場合はコントロールキーを押しながらスライダーをドラッグすると 数値の変化量が小さくなります。逆に変化量を大きくしたい場合は、Shift キーを押しながらドラッグしてください。これで机を等間隔に並べることができました。このままでも良いのですが、今回はバリエーション機能を使用して、机にランダムな変化を加えてみましょう。プロパティを下にスクロールして、バリエーション階層を表示します。ランダム位置やランダム回転を使用すると、 机の配置にランダムさが加わります少しリアリティのある配置になりました複製する数やランダムさを手軽に加えることができるのがスキャッターの便利なところです簡単にアイテムを複製できますが複製する数が多くなりすぎるとビューポートの描画に時間がかかるようになる点は注意が必要です 次はラインの設定を編集してみましょう。ラインの設定方法。ラインの描画機能はショットブースの優れた特徴の一つです。テレビアニメーションや劇場アニメーション作品で使用されるプロ品質のラインを描画できます。画面右上に表示されているラインタブをクリックしてみましょう。するとラインリストが表示されます。ラインリストはシーンに読み込んだメッシュアイテムと ラインの色や質感を管理するウィンドウです。ラインリストにはデフォルトライン設定とデフォルトラインセットというアイテムがあらかじめ作成されています。読み込んだ 3D モデルは自動的にデフォルトラインセットに登録されます。それではデフォルトラインセットをクリックしてみましょう。プロパティにデフォルトラインセットのパラメータが表示されました。アイテムボタンをクリックします。すると、 ラインセットアイテム固有の機能が表示されますブラシ設定の領域ではラインの色や太さを編集できます試しに色とラインの太さを変えてみましょうこのようにプロパティの変更が 3D ビューポートでリアルタイムに確認できます次のエッジ領域では 3D モデルのどの部分にラインを描画するか設定します ラインを減らしたいと感じた場合は、チェックボックスをオフにしてください。ここではデフォルトのまま使用します。距離サイズ減衰の領域では、距離に応じてラインの太さを変更できます。サイズの縮小をクリックします。カーブが編集できるようになりました。開始距離と終了距離を変更してみましょう。開始距離の値を上げると、ラインサイズが変化し始める位置が、 カメラから遠くなります終了距離の値を下げるとサイズ変化の終了位置がカメラに近づきますラインの変化が見づらい場合はツールバー右上のドラフト表示ボタンをオフにしてみましょうドラフト表示はラインを編集するとき一時的に描画品質を下げることで動作を軽くするオプションです この机や椅子の 3D モデルのようにポリゴン数が少なく処理が軽いシーンではドラフト表示をオフにした方が設定の変更がしやすくなりますカーブを編集してみましょう距離によるラインの太さを変えることができます右側のポイントを上に移動するとラインの太さの変化がなくなりますポイントを下に移動すると終了距離に近づくにつれてラインが細くなります 今回はこのようなカーブを設定して遠くの机のラインが細くなるようにしました。アイテムごとにラインの色を変える方法を紹介します。ラインリストの上のラインセット追加ボタンをクリックして新規にラインセットを追加してみましょう。チェアをドラッグして追加したラインセットにドロップします。プロパティで色を変更すると 椅子のラインが赤になりました。このように必要なラインの色や太さの数だけラインセットを作成して、ラインセットにアイテムを追加することで、ラインの質感を制御できます。これはペイントソフトで、レイヤーホルダーに効果を適用した場合をイメージすると理解しやすいかもしれません。ラインセットは2種類あります。機能が少ない簡易版と通常版です。デフォルトラインセットは簡易版のラインセットで、 読み込んだモデルのラインを簡単に確認するのが目的です。ラインを細かく制御したい場合は、通常のラインセットを追加して使用することをお勧めします。今回は机と椅子のラインは同じ色と太さの方が良さそうなので、追加したラインセットを元に戻します。チェアをデフォルトラインセットに移動して、追加したラインセットを選択します。リスト右上のゴミ箱アイコンをクリックして、 ラインセットを削除します。次はカメラを操作して構図を決めてみましょう。カメラの編集が軽くなるように、ドラフト表示をオンに戻します。構図を決める。ショットブースはシーンにあらかじめカメラとライトが配置されています。これらのカメラやライトを使用して絵作りを行います。ショットブースは現実のカメラを使って撮影するときと同じように、 3D 空間を移動して撮影するアングルを探すことができます。まずは 3D ビューポートの表示をカメラに切り替えてみましょう。3D ビューポートの左上にあるボタンをクリックして、リストの一番下にあるカメラをクリックします。するとこのように、ビューにカメラのフレームが表示されます。また、3D ビューポートの右上の FPS モードボタンが青色に変わっていることに注目してください。 ショットブースはビューポートをカメラやライトに切り替えると自動的に FPS モードがオンになります。FPS モードとは FPS ゲームのようにキーボードの W、S、A、D キーを使用してビューを操作するモードです。通常のビュー操作のショートカットから切り替わってカメラのファインダーを覗き込んだような一人称視点でビューを操作するのに特化したモードになります。A キーと D キーで左右に移動してみましょう。 W キーと S キーで前後に移動してみましょう F キーと C キーで上下に移動してみましょうビューポートを左マウスボタンでドラッグしてカメラを回転してみましょう初めは操作に戸惑うかもしれませんが 3D 空間を自由に移動して構図を決める場合は FPS モードが最適です 次はカメラのフレームを変更してみましょう。現在はフレームが横長になっていますが縦長に変更します。アイテムリストでカメラを選択します。プロパティでアイテムボタンをクリックし、フレーム階層でレンダリングに使用する大きさを入力します。フレーム階層の右上にある星アイコンをクリックして、レンダリングサイズのプリセットを使用することもできます。 今回はプリセットから A4 350dpi を使用することにしました。3D ビューポートでカメラのフレームが縦長になりました。イラストの背景としてあらかじめ構図が決まっている場合もあると思いますが、今回は 3D 空間を移動しながら良い構図を探してみましょう。マウスホイールをスクロールするとカメラの移動速度を変更できます。移動速度が100%の時は、 人が歩く速度に近い設定になっています好みの速度で 3D 空間を移動することができます構図を探しているとこのアングルを一時的にキープしたい場合がありますその場合はカメラブックマークを使用すると便利ですアイテムリストでカメラを選択してトランスフォームボタンをクリックしてみましょうプロパティを下にスクロールするとカメラブックマークというリストが表示されます プラスアイコンをクリックします。するとリストにブックマークが追加されました。カメラを移動してもう一度プラスアイコンをクリックします。リストでブックマークをクリックしてみましょう。すると先ほどブックマークを追加した位置にカメラが移動しました。構図を一時的にキープしたい場合はカメラブックマークが便利です。漫画の背景のように コマごとに複数のアングルが必要な場合もあります。シーンに複数のカメラを配置してみましょう。アイテムリストでカメラを選択して、右マウスボタンをクリックします。メニューから複製を実行します。するとカメラが複製されました。カメラブックマークを使用して別のアングルに移動します。カメラのフレームのプリセットから UHD4K を選択して、横長のフレームを設定します。 ショットブースはカメラごとに異なるレンダリングサイズを設定することができます。ビュータイプボタンをクリックしてカメラを切り替えるとフレームの重央比が異なるのがわかると思います。それでは2つのカメラの構図が決まりました。次はライトを使用して 3D モデルのライティングを行いましょう。ライティング。現実の写真や映画の撮影と同じように 被写体が引き立つようにライトで照らしますライトアイテムをクリックしてみましょう回転ツールを使用してライトを回転します巡光や逆光など絵がどのような印象になるかはライティングで決まります 3D ビューポート左上のビュータイプボタンでライトを選択するとライトの視点でライティングを行うこともできますカメラと同様に FPS モードでライトを移動してライティングを行うことができます。3D モデルのどの面が照らされているのか直感的にわかるので便利です。ライトを複数追加してライティングすることもできますが、今回はデフォルトのライトを一つだけ使用して、このようにライティングを行いました。次はレンダリングしてみましょう。レンダリング。レンダリングとは、 詳細な計算を行い高品質な画像を出力することです。例えば 3D ビューポートではメッシュにアンチエイリアシングがかからないようにしたりシャドウの品質を下げることで描画の処理が軽くなるような設定になっています。最終的に詳細な計算を行うことでより品質の高い画像を作成する作業がレンダリングです。レンダリングに関する設定は画面右上のレンダリングで行います。 レンダリングタブをクリックしてみましょう。すると様々なレンダリング設定が表示されます。はじめに、レンダリングした画像の出力先を設定してみましょう。レンダリングの一番上にあるファイルの出力先にパスを設定します。右側にあるフォルダーアイコンをクリックすると、フォルダー選択ダイアログが表示されます。画像を出力するディレクトリに移動して、フォルダーの選択をクリックします。 すぐ下にあるレンダリングボタンをクリックします。すると指定したフォルダーに画像が出力されます。Windows Explorer でフォルダーを表示するとご覧のように2つのカメラからそれぞれ構図の異なる画像が出力されています。この時ファイルにカメラアイテム名が使用されていることに注意してください。ショットブースは複数のカメラからレンダリング画像を一度に出力することができます。 このためデフォルトでは自動的にカメラ名を使用してファイルを出力するようになっています。出力するファイル名を直接指定することもできます。カメラを選択してアイテムボタンをクリックしてみましょう。プロパティの一番上にある個別に出力設定をオンにします。出力ファイル名称に画像のファイル名を入力してレンダリングすると入力した名称でファイルが出力されます。試しに机右。 机左と入力しししててレンンダリングしてみましょう。フォルダーを確認すると先ほど入力した通りのファイル名で画像が出力されていることがわかります出力ファイル名称の右下にあるフォルダーアイコンを使用すると設定したパスにレンダリング画像を出力することもできます カメラごとに異なるフォルダーに画像を出力したい場合はこちらの機能を使用してください。次はレンダリングの出力要素について紹介します。出力要素。出力要素とはどんな見た目の画像を出力するか指定する機能です。画面右上のレンダリングタブに戻って出力要素階層を表示します。この中で最も重要な設定が 一番上のシェーディングの種類です。シェーディングの種類は 3D モデルの陰影をどのような見た目にするかを指定する機能です。ドロップダウンボタンをクリックするとフラット、シェーディング、トゥーンなどを選択できます。このシェーディングの種類は 3D ビューポートのシェーディングタイプと共通しています。3D ビューポートの左上にあるシェーディングタイプボタンをクリックしてみましょう。 どのようなシェーディングでレンダリングされるのかをプレビューできます。例えばフラットを選択すると影や陰影のない見た目になります。シェーディングに設定すると陰影が滑らかで写実的な見た目になります。トゥーン、カカラーを設定するとカラーイラストのような見た目になります。トゥーン、グレースケールを設定すると漫画のようなモノクロの見た目になります。 出力要素階層の出力バッファは追加のレンダリング要素です。3DCG では 3D モデルに様々な情報が含まれています。この追加の情報を出力する機能が出力バッファです。出力バッファはシェーディングの種類とは別のレイヤーとして画像を PSD ファイルに出力できます。例えばマテリアル ID は同じマテリアルが割り当てられているメッシュを単色で塗りつぶした画像を出力します。 オブジェクト ID は、オブジェクトごとに異なる色で塗りつぶした画像を出力します。マテリアル ID、オブジェクト ID はペイントソフトで選択範囲として使用すると便利です。ラインを使用すると、塗りとラインを別のレイヤーとして出力できます。出力要素階層右上の星アイコンをクリックすると、出力要素のプリセットが表示されます。トゥーン、かっこ自動、プラス出力バッファをクリックすると、 ご覧のようにチェックボックスの状態が切り替わりました。レンダリングボタンをクリックします。出力されたファイルをペイントソフトで開いてみましょう。ご覧のようにデフォルトでは、シェーディングの種類で指定したレイヤーが表示されていますが、ライン、シャドウ、スペキュラ、アンビエントオクルージョンマテリアル i d オブジェクト ID, 入射角度 Z 深度など、 出力バッファもレイヤーとして保存されているのが確認できます。漫画やカラーイラストなど用途によりますが、はじめはプリセットを使用して、バッファをまとめて出力しておくことをお勧めします。出力バッファはレイヤーの合成方法を変えたり、色を調整する場合に使用するなど様々な場面で活用できるので便利です。ある程度使うと自分に必要なバッファがわかるようになります。 最終的に自分専用のプリセットを作成すると効率よくショットブースのレンダリングを活用できるようになります。このように Z 深度のバッファを使用すると奥行き方向にグラデーションをかけることができました。プロジェクトの保存シーンが完成したらプロジェクトを保存してみましょう。ファイルメニューから保存または ツールバーの保存ボタンをクリックします。ファイル保存ダイアログが表示されるので、ファイル名を入力して保存ボタンをクリックします。これでプロジェクトを保存することができました。編集したデータが失われないように、こまめに保存することをお勧めします。まとめ。ショットブースの使い方の大まかな流れをご紹介しました。 ショットブースを使用すると簡単に高品質な線画を作成できます。レンダリングでは漫画やイラストの仕上げに役立つ様々な要素を出力できます。スキャッターなどアイテムの配置に便利なツールが備わっています。ショットブースを使用すると漫画やイラストの作成が効率的になり作品を作るのがより楽しくなります。ぜひ、p ソフトショットブースを あなたの創作活動にご活用ください。